今週のラインナップです。トピックスでは観光秋分街歩きツアーと親子そば打ち1日体験教室の様子を、フロム広報誌のコーナーでは春の全国交通安全運動を、施設ガイドでは区役所1階にある真心ステーションについてお伝えします。皆さんはじめまして。今回からこんにちは中央区ですのキャスターを務めさせていただく西野美咲です。どうぞよろしくお願いいたします。この時期、入学や就職などで新しい環境に飛び込んでいく方は期待と不安で胸がいっぱいなのではないでしょうか。私も少しの不安と大きな期待を胸に元気いっぱいこの番組に臨んでいきたいと思っています。またスタジオを飛び出し区内のさまざまな場所を取材して中央区の魅力を伝えていきたいと思っています。私を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。それでは番組を進めてまいりましょう。まずは今週のトピックスをご覧ください。観光秋分街歩きツアーが3月20日木曜日と22日土曜日に行われました。隅田川や東京湾を巡る秋分に街歩きを組み合わせたこのツアーは、中央区観光協会と江東区観光協会、JTB の3社が連携し試験的に行ったものです。22日に行われたツアーで、江東区にある高橋乗船場から出発した皆さんは、隅田川から運河を巡りながら東京湾へ。2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの競技会場や、選手村が建設される予定の晴海のほか、浜離宮恩賜庭園や築地市場などを水上から見学しました。また街歩きのため日本橋船着き場で船を降りた一行は、ボランティアガイドの皆さんの案内で江戸日本橋を描いた紀大商覧の複製絵巻や山本のり店、日本橋三越などの老舗、日本銀行などを見学。参加した皆さんは商業経済の中心として発展してきた日本橋を肌で感じていました。後で一軒ずつ入ってみたいです。今日説明受けたのでなんか納得いったようなところが多かったです。3月22日土曜日、親子そば打ち1日体験教室が築地社会教育会館で行われました。この教室は社会教育関係登録団体の皆さんがボランティア活動により文化の継承と世代間の交流を図ることを目的に行ったものです。この日は10名の参加者がそば打ちを体験。そば粉を混ぜて力強くこね、そば玉がまとまったら伸ばしの作業です。厚さが均一になるように伸ばしていきます。最後に包丁で細く切れば、そばの完成です。切るところが楽しかったです。結構難しくて、力もいて大変だったんですけれども、結構楽しかったです。はい。そばのあれ、練るところが一番気持ちよかったです。この粉の状態がサラサラだったのがだんだん塊のようになってきたり、するところが面白いなと思いました。参加した皆さんが打ったそばは家族で食べてもらおうと各自自宅へ持ち帰ったとのことです。ここまで区内の話題を2つお伝えしました。フロム広報誌のコーナーです。
このコーナーでは区のお知らせ中央に掲載された記事の中からピックアップしてお伝えします。今回は3月21日号の一面に掲載された春の全国交通安全運動についてです。詳しい内容について久松警察署の釘尾巡査部長に伺いました。久松警察署からお知らせします。4月6日から4月15日までの10日間、春の全国交通安全運動が実施されます。運動の基本は子どもと高齢者の交通事故防止。重点は1つ目は自転車の安全利用の推進、特に自転車安全利用後速の周知徹底。2つ目はすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。3つ目は飲酒運転の根絶。4つ目は二輪車の交通事故防止となっています。皆さんは自転車安全利用後速をご存知ですか？自転車安全利用後速は、1つ目、自転車は車道が原則、歩道は例外。2つ目、車道は左側を通行。3つ目、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4つ目、安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止。安全確認。5つ目、子どもはヘルメットを着用となっており、自転車は身近な乗り物であるにもかかわらず、通行方法やルールが周知されているとは言えず、悪質な乗り方が多くなっています。一人一人が交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。次に、運動期間中に久松警察署で実施する主な行事についてお知らせします。4月7日月曜日、清洲橋通り水天宮仮社殿前において、交通安全祈願折り鶴プレゼント。4月9日水曜日、日本橋人形町2丁目時計台前において、高齢者シートベルト体験教室。4月12日土曜日、区立有馬小学校校庭において、子ども・高齢者・地域居住者の自転車実技教室となっています。続きまして、中央区内の交通事故発生状況についてお知らせします。平成25年中の交通事故発生件数は915件、死者数4名、負傷者数1075名となっており、昨年と比べますと発生件数は減少しているものの、死者数はプラスになっています。これを時間帯別で見ますと、午前8時から午前10時までの交通事故発生件数が最も多く、状態別では四輪、次いで自転車の順になっています。悲惨な交通事故が一件でも減りますよう、皆さんのご協力をよろしくお願いします。
交通事故をなくしていくためには、日頃から交通安全を意識することが大切なんですね。私も普段よく自転車に乗るので、これからも歩行者優先を心がけていきたいと思います。なお、久松警察署が実施する行事については、久松警察署交通課、交通総務係までお問い合わせください。さて、続いては施設ガイドです。このコーナーでは中央区の施設などを紹介します。1回目となる今回は中央区役所1階にある真心ステーションを私西名がレポートしてきました。中央区役所にやってきました。今の時期進学や就職と新しい生活が始まり、住所変更などで区役所を訪れる機会も多くなるのではないでしょうか。ところで、区役所のどの窓口でどのような手続きを行えばいいのかわからないときありませんか。今回は区民の皆さんの案内や相談に応じてくれる真心ステーションをご紹介します。それでは早速行ってみましょう。さて、中央区役所の中へ入ってみると、入り口のすぐ横に真心ステーションがありました。とっても分かりやすいですね。それでは真心ステーションについてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速なんですが、真心ステーションというのはどのような場所なんでしょうか。はい、真心ステーションは区民の皆様を適切に各窓口へご案内するとともに、お問い合わせやご相談に対応する窓口です。区民の皆様から気軽に相談できる場所として親しまれています。では真心ステーションではどのような相談ができるんでしょうか。はい、区民の皆様のお問い合わせやちょっとした困りごとに対するものとして区民相談があります。その他に弁護士による無料の法律相談、人権擁護委員による人権相談、行政相談委員による国の行政相談など、さまざまな専門的な相談業務を行っています。ちょっとした相談から専門的な相談までさまざまな相談ができるんですね。真心ステーションについてお聞きしましたが、実際に相談するにはどうしたらいいでしょうか。はい、区民相談は会長時間内にご相談者のプライバシーに配慮しながら相談コーナーなどで行うほか、電話による相談も行っております。また法律相談などの専門的な相談は日時に指定がございますので、電話での予約をお願いいたします。予約が必要な相談から予約が必要ではない区民相談まで、いろいろな相談があるんですね。今日はどうもありがとうございました。真心ステーションでは区役所のこと以外にも専門的なことも相談できるんですね。皆さんも区役所を訪れた際にわからないことや相談したいことがあれば、ぜひご利用ください。真心ステーションについて詳しくはご覧の連絡先までお問い合わせください。以上、施設ガイドでした。続いて中央区からのお知らせです。アウトドアクッキングを楽しめるデイキャンプ場が築地川公園、浜町公園、豊見運動公園の3カ所にあります。青空の下、楽しい交流の場としてお気軽にご利用ください。お申し込みは各デイキャンプ場、お問い合わせは水と緑の課、緑化推進係までお願いします。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。いかがでしたでしょうか。今回はここまでです。次回の番組の更新は4月6日日曜日です。それではまたお会いしましょう。